津市のスポーツ少年団を紹介するコーナー、ワクワクスポーツカタログ。今回は被災柔道教室スポーツ少年団を紹介します。被災柔道教室スポーツ少年団は被災地区を中心に津市や松阪市の3歳以上の幼児、小学生、中学生の60人で活動しています。普段は被災中学校の柔道場と体育館を主な練習場所として練習に励んでいます。被災柔道教室スポーツ少年団監督、関忠雄です。私たち被災柔道教室スポーツ少年団の活動方針は、厳しさの中にも楽しく練習を行い、相手を思いやる気持ちを持ち、挨拶のできる人になってもらうことです。被災柔道教室スポーツ少年団では、新入団員に上級生がわからないところや、挨拶の仕方などを丁寧に教えます。これは上級生にとって今まで自分たちがしてきたことを思い返す良い機会になります。柔道以外のスポーツ大会にも被災柔道教室スポーツ少年団は積極的に参加しています。毎年ドッジビー大会や駅伝、市民マラソンなどに参加しています。また被災柔道教室スポーツ少年団の保護の会が毎年子どもたちに楽しんでもらうとともに、1年の締めくくりの意味も込めて、年末のうどん会や年始のぜんざい会、年度末の送る会などたくさんの行事を行っています。被災柔道教室スポーツ少年団キャプテンの佐藤慶大です。被災柔道教室スポーツ少年団は男子も女子も学年を超えて仲のいい団結力のあるチームです。練習では個人でも団体でも県大会で優勝することを目標に厳しい練習に励んでいます。柔道は体と体がぶつかり合う激しいスポーツなので、怪我なく練習できるようにキャプテンとして気を配っています。練習中に自分の練習について考えるだけではなく、柔道を始めたばかりの子に基本を教えることもキャプテンの役割だと思っています。そして小さい頃憧れていた先輩たちのように、僕も強くて頼られるキャプテンになりたいと思います。被災柔道コーススポーツ少年団副キャプテンの田畑龍之介です。僕は副キャプテンとして積極的に声を出すように心がけています。被災柔道コーススポーツ少年団は高学年と低学年に分かれて技の練習をします。高学年になってからは難易度の高い技を教えてもらっているので、練習にも熱が入ります。被災柔道教室スポーツ少年団4年生の常山凛です。毎日の練習は大変だけど、僕は柔道が大好きだから頑張ることができます。被災柔道教室スポーツ少年団に入るとたくさんの大会に出場することができます。僕は平成29年に
三重県で行われた学年別柔道大会4年生の部と中世支配少年大会4年生の部で優勝しました。大会で優勝した時はとても嬉しかったです。被災柔道教室スポーツ少年団5年生の今井輝です。被災柔道教室スポーツ少年団はみんな仲が良く団結力があります。僕たち高学年は練習以外でも整列や掃除などで下級生の見本になるようにしています。日々練習に使っている道場を気持ちよく使うためにもみんなで協力してきれいにしています。少年団1年生の田畑舞です。監督に一言柔道を教えてくれてありがとうございます。被災柔道教室スポーツ少年団5年生の藤田哲です。お父さんお母さんに一言、お父さんとお母さんの応援のおかげで最近では大会で勝てるようになってきました。お父さんとお母さんには感謝しています。被災柔道教室スポーツ少年団では新規団員を募集しています。入団資格は市内外の3歳以上から中学生までの男の子女の子です。練習場所は被災中学校の武道場と体育館です。練習日時は月曜日、火曜日、木曜日、金曜日、土曜日の午後6時30分から午後9時までです。見学や体験は練習日に受け付けています。興味のある方はお越しください。